草に紛れて名前呼んだでしょう。バカなあんたでもよく頑張ってるわね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 。
オロでさ、この服赤いのはいいんだけど、サイズきつ。バカ？感じ。誰にも負け。実験室は治療名目に人体実験を行っていたの？まさか第二律者の目的は崩壊反応炉だけじゃないの？セシリア、第二律者はまだ片付かないのか？おっと、大司教様、律者との戦闘中であることを忘れていたんじゃないだろうな。第二律者は実験室の崩壊エネルギーで強くなっていく。長引くほど君の勝算が低くなるぞ。それは分かっています。これ以上時間を無駄にするな、セシリア。僕は勝てない戦はしない主義なのだよ。早く律者を倒す方法を見つけた方がいいぞ。君すらあの律者を倒せないというのなら、崩壊核分裂ミサイルで実験室ともども律者を爆破するしかない。そんな。そうなってほしくないのなら、早くいい知らせを聞かせてくれ。わかりました。え？ミサイルで実験室を破壊する気なの？大丈夫よ、キアナ。私たちが急げば問題ないわ。私に考えがあるの。そのためには、ちょっと手伝ってほしいんだけど。キアナ、さっきのエレベーターに乗って、地下にある動力室のブレーカーを落としてきてくれない？それで上…分かった。何ぼーっとして…あんたバカ？何よ、計算より早いじゃない。どうしててめえはここにミサイルを撃ち込むの？待って、確か前に夢の中の声も言ってた。第二律者との戦いで
ママが失敗することを恐れた天命がミサイルを発射して、それでママが第二律者の道連れになったって。そんな、まさかママが。ダメ、そんなの絶対に許さない。今日はまあまあね。ヤッホー。アイアイさん、あんたバカ。もういっちゃう。何よ、計算より速いじゃない。に連れてかれた。今日からここが私の新しい部屋だそうだ。私は2ヶ月後に他の病院に移されるらしい。医者はママが遠い遠いところに行ったと言った。だからこれから長い間ママに会えないと。ちゃんと治療を受けないとママに会えない。嘘だ、絶対に嘘。ママが私を置いてどこかに行くはずがないよ。ここにいちゃダメだ。逃げ出さないと。ママ、会いたいよ。もう、何の関係もないじゃん。それに、ここはセーフハウスなの？ママは動力室だって。ママが嘘をついたの。だって、そんなこと。もういっちゃう。なんでエレベーターがまた動かなくなった。騙してごめんね、キアナ。セシリア様、早くエレベーターを開けて。キアナ、あなたはセーフハウスにいて、実験室がミサイルによって破壊されたとしても
そこは安全よ。いや、私も一緒に戦う。私を信じてないの？大丈夫よ。私が戻ってくるまで安心してそこで待っててね。ダメ、ここから出して。ママ通信を切られた。ここで待ってるわけにはいかない。近くにエレベーターのキーがあるはず。ママ待ってて、必ず助けに行くから。人類を守るくらい私一人で十分よ。